新納親の折は、戦国時代の武将。今川氏の家臣。東東海国新の新城主。新納氏は、今川氏の初流。東東海城東軍新の村に居住する氏族であった。信濃国の武将、上田春政の次男として誕生。新納親主の養子となる。今川義元が、桶狭間の戦いで戦死した後、着難、宇治真が後を継いでから、今川氏は、 急速に衰えていた。今川氏の連氏から聖室を迎えた、三河国の松平元康などの離反が相次ぐ中、親の利は氏真に忠説を尽くした。永禄五年、同じ遠藤海の国人であった良いの当主、自家親は、尾道義の残言により、無本の権威をかけられ、掛川にて応死し,した。氏真は、直親の着死、虎松の殺害も命令したが、 親のりは氏根に命乞いをして、自家親の未亡人、お日よと虎松を屋敷に保護している。このことは、イい氏の菩提寺、竜部デ寺の住職に、イい氏の歴史で最大の危機を救ったと評されている。その後も、今川氏の衰退は止まらず、A66 年からは、東東海国州の引ま城主、イー尾連竜が、犬井城主の天の影康、元影不死、二股城主、 松井宗恒らと共に今川氏に無本を起こした。これは演習総劇と呼ばれる遠藤海一国を巻き込んだ無本であるが、親乗りはこの時も弟、野木と共に今川法として戦い、陰馬城を攻めた際に三浦正俊中野直義らと共に討ち死にした。これには異説があり、部下時期によると永禄七年12月20日に EO 連竜が、 寸譜で中殺された際、打ち手の大将として、連牛の立てこもる屋敷を攻め、この戦いで戦死したとされている。死後、様不信者に祀られる。幕末になっていた田中の十男が、親乗りの子孫、木又守れ役の養子となった後、二位の死の名跡を再興し、二位の新領を名乗っている。親乗りには一男七女があったとされる。男子の新五郎は後に、ご法上死に仕え。 小田原征伐で戦死したという。娘たちのうちの一人は、北条氏家臣の加の主前に嫁ぎ、後に、イーシガとなった、木又守勝に再化した。主前との子、森康は、実施のない守勝の後を継ぎ、前述のように子孫が、二位の家を再興することになる。もう一人は、今川氏家臣の井原浅正に嫁いだとされる。ありがとうございます。